レオナルド・デ・ロレンツォは、イタリア人のフルート奏者、音楽教育者。デ・ロレンツォは、ポテンツァ兼、ピッチャーノに生まれた。彼は8歳の頃からフルートを吹き始め、ナポリへ赴いて、ナポリ音楽院へ入学した。16歳の時に、アメリカへ移住し、ケンタッキー州のセルリアンのホテルで働いた。しかし1896年には兵役に従事するために、イタリアへ帰国し、 アレッサンドリアでジョバンニ・モランツォーニが指揮する軍学隊に入隊した。続いてデロレンツォはイタリア、ドイツ、南アフリカに演奏旅行をして自らのキャリアを開始した。25歳になるとケープタウンのオーケストラに入団する。1907年彼は修行を完成するためにナポリへ戻り、その後再びアメリカへと渡って、 グスタフ・マーラーが常任指揮者を務めるニューヨークフィルハーモニック還元楽団のフルート奏者になった。また、ジョルジュ・バレールの代役としてニューヨーク公共楽団でも演奏した。デロレンツォはミネアポリス、ロサンジェルス、ロチスターの各還元楽団でも演奏した。1914年ミネアポリス公共楽団と仕事している時期に彼はピアニストのモード・ピーターソンと出会った。 彼女は伴奏者として彼と頻繁に共演を重ね、二人は結婚した。1917年、ロサンゼルスフルートクラブがデロレンツォを称えるミュージカルを上演し、彼は同団体で初の名誉会員となった。デロレンツォは1923年から1935年までイーストマン音楽学校でフルートの教授を務めた。 大感後は作曲と理論書の執筆に集中した。ソルターロやペトシカペトシカといった作品は彼の故郷の街に伝わる音楽の性格的な響きへ敬意を表した作品である。彼の研究成果はすべて1953年10月25日に南カリフォルニア大学へと寄贈された。同年、デロレンツォはローマのワシントン国際アカデミーから 名誉博士号を授与され、ミラノに新設されたフルートクラブの名付け親となった。1955年8月29日、ロサンゼルスフルートクラブは彼の80歳の誕生日を祝う演奏会を催し、彼の作品を演奏した。彼はカリフォルニア州サンタバーバラの自宅で息を引き取った。彼に捧げられた レオナルド・デ・ロレンツォ国際フルート大会が2年ごとにピッチャーノで開催されている。ありがとうございます。